はい。ということで、今回はですね、えっ、ー、と、Adobe Premiere Pro の2017バージョンをね、えっ、ー、と、の、えっ、ー、と、モザイクのかけ方をね、今回はご紹介したいと思います。ってことで、えっ、ー、とですね、まず、最新版をインストールするとできるんですが、えっ、ー、と、まあ、モザイクは誰でも簡単にできるんで、そのやり方を教えたいと思います。まず、編集したい動画をこのように、はい、入れますね。で、 入れたら、ここ、こっちのタイムラインに、シーケンスに入れます。で、この今の、えっ、ー、と、映像の上に重ねてモザイクをかけたいと思いますので、まず、こちらのね、えっ、ー、と、映像をね、Ctrl-C でコピーします。で、ここの青いところのチェックをね、外して、こっちの青に編集しますということで、チェック入れを入れて、Ctrl-V で貼り付けします。はい、そうしますと、 このようにね、えー、っとお、で、こうにずらすと、一番最初に入れた映像の上に同じ映像が重なりますので、この上の映像だけをモザイクをかけます。ってことで、モザイクのかけ方はですね、えー、っとですね、ここのエフェクト。エフェクトでですね、あ、モザイクをかける、えー、っと動画を選択して、 はい、このように選択して、ここでモザイクと打ちます。モザイク。はい。はい。ってことで、モザイクが出てきたので、モザイクをダブルクリックしますと、はい、このように上にモザイクが出ます。で、モザイクの、えっと、あら、あのー、画像の荒さを決めるのが、ここの水平ブロックというので、86、86ぐらいにしているほども、そうすると、このようなモザイク。 が、えーっとはい、で、きますねでこのようなモザイクができましたら、ここのモザイクを消してもらって、で、えー、っと、ビデオエフェクトの、えー、っと、トランジショントランスフォームか。トランスフォームのクロップをクリックしますと、ここのエフェクトコントロールのとこに、えー、っとこのように出ますんで、クロップで、えー、っと、モザイクの範囲を 狭くしたり広くしたりできます。上を広くすると、はい、この、わかりますかね右上の。上の部分が切り取られるっていう。で、下も切り取られて、右も切り取られて、左も切り取られる。で、この真ん中の部分だけがモザイクがかかったよっていう風になります。で、同じ映像同士、えっ、ー、と、重ねておくと、同じタイムラインで。 その映像がモザイクされるんで、こういうね。はい。この川の真ん中の部分だけ映像が、モザイクが、かけられるってことですね。こんな感じで。拡大するとこんな感じですね。モザイクを。はい。ということで。まあ、こんな感じにできますんで。 よかったら、モザイクのやり方、やってみたい人はやってみてください。でははいということで、Adobe Premiere Pro の2017でモザイクのかけ方でした。ご視聴ありがとうございました。